レンダリングエンジン HTML レンダリングエンジン WebKitWebKit Web は Apple が中心となって開発されているオープンソースの HTML レンダリングエンジン群の総称である HTML、CSS、JavaScript、SVG、Mas、m a s m l などを解釈する WebKit はもともと Apple の MacOS に搭載される Safari のレンダリングエンジンとして Linux や BSD といった ユニックス系用のレンダリングエンジンである KHTML をフォークして開発された。現在はその他の多くのプラットフォームに移植されている。WebKit の WebCore 及び JavaScript コールライブラリーは GNU Lesser General Public License その他の部分は修正 BSD ライセンスで利用可能である。WebKit はもともと MacOS の Web ブ,ブラウザサファリの レンダリングエンジンとして使用するため、Linux や BSD といったユニックス系用のブラウザ、c o n c ー e r の KHTML ソフトウェアライブラリーをもとに Apple によって作成され、現在までに Apple、KDE、Nokia、Google、Touch モバイルなどによって改良が加えられた。Linux や BSD などのユニックス系用ブラウザとして、1998年に KDE プロジェクトの HTML レンダリングエンジン KHTML と KDE の JavaScript エンジンが開発された。その後、Apple が2002年にそれらをフォークして WebKit を開発した。WebKit は KHTML を元にした HTML パーザかつレンダラである WebCore と KJS を元にした JavaScript エンジンである JavaScriptCore を イライブラリーとして含む。当初、KHTML と KJS は、モジラプロジェクトによって、同じくオープンソースで開発が進められていた、月光エンジンの基本方針である高い Web 標準への準拠と競合しないよう、インターネットエクスプローラーとの高い互換を目指し、開発が行われていた。その後、WebKit では両、ライブラリーともパフォーマンス向上や、 ウェブサイトの表示の改善、ウェブ標準へのさらなる準拠のために、元となった KDE の実装から、かなりの修正が加えられている。MacOS 10V10.3 以降に搭載されている。MacOS 標準のウェブブラウザ、サファリの基礎を成している。プログラマは、わずかな作業で、その機能を外部アプリケーションから利用できる。Objective-C から WebKit の API にアクセスする。 ことで、ウェブサーバーとの通信、ウェブページの取得及び、表示、外部プラグインの利用などを扱うことができる。2005年6月7日、サファリの開発者、デイブ・ハヤットは、自身のブログ上で、アップルが Web キットをオープンソース化し、CVS とバグシラへのアクセスを公開することを発表した。これに関しては、ベルトラン・セルレットが、アップルの WWDC2005 にて、 初めて公式発表を行っている。また、2006年1月10日に CVS からサブバージョンに移行した。2007年初めには、アニメーションなどを含む新たな CSS 拡張の実装に着手した。これらの拡張は標準化のため2009年に W3C にワーキングドラフトとして提出された。2007年11月には、 HTML5 のメディア機能のサポートを達成したことが発表された。この HTML5 に部分対応した WebKit では組み込み動画のネイティブ描画とスクリプトコントロールが可能である。2008年3月26日、WebKit R31356 が世界で最初に公開された Asit3 に合格したレンダリングエンジンとなった。二千八年九月十五日、 スムーズなアニメーションを含め、アシット3を完全にパスしたと発表された。2010年4月8日、分離プロセスモデルを採用した WebKit2 の開発が発表された。WebKit2 の採用例としては Apple やチゼンなどがある。WebKit2 では WebKit から大幅に API の仕様が変更されており、互換性が失われている。そのため WebKit2 という 新たな名称を採用し、従来の WebKit とは区別できるようにしている。2011年7月21日に、Apple が WebKit にエンジンであるサファリ5.1を公開した。iOS 向けのサファリでは、iOS8 より WebKit2 が採用された。2013年4月3日、Apple と Google ググが開発方針をめぐって対立したことや、WebKit エンジン自体が、 複雑化したことによる開発の値体が問題視されたことにより、Google は WebKit をブリンクにフォークさせることを発表した。同日、Opera も WebKit ではなく、ブリンクを採用することを表明した。翌日の4月4日、Apple は V8 の排除、JavaScript コル以外の使用の排除、s キーの排除、Google のビルドシステム ZIP の排除などの計画を表明し、WebKit は Google が 直接使うエンジンではなくなった。しかし、Linux 向けビルドも用意され、依然として OSS でありサファリ専用というわけではない。当初、MacOS のために開発されたため、WebKit を使用した Web ブラウザは MacOS 専用のものが多かったが、Google Chrome、同系統の Chromium も同様。ただしそれらは2013年4月以降は、 ウェブキットから分岐されたブリンクを使用など、Linux や Windows 向け Web ブラウザにも Web キットを採用したものが出てきている。Apple 自身も Windows 版の Safari の開発にも用いている。最近では Web キットはデスクトップにとどまらず、モバイルプラットフォームでも活用され始めている。WebCore は Web キットプロジェクトにより開発された HTML 及び SVG のレイアウト、 レンダリング、ドキュメントオブジェクトモデルライブラリーである。WebCore の完全なソースコードは LGPL で公開されている。WebKit フレームワークは WebCore び j a v a s c r i p t コールをラップし C ベースの WebCore レンダリングエンジンおよび j a v a s c r i p t コールスクリプトエンジンにオブジェクティブ、e 新アプリケーションプログラミングインターフェースを提供することにより ここは API ベースのアプリケーションから容易に参照することを可能にしている。より最近のバージョンはクロスプラットフォームの C プラットフォーム中小化を含んでおり、また様々なポートは追加 API を提供している。JavaScript コルは WebKit の実装に JavaScript エンジンを提供するフレームワークであり、また MacOS のその他の場面で使用される同様のスクリプティングを提供する。 JavaScript コルは KDE、SJavaScript エンジンライブラリー及び、パールコンパチレギュラーエクスプレッションズ製器、表現ライブラリーに由来している。KJS 及び PCRE からフォークされてから、JavaScript コルは多くの新機能について改良がなされ、パフォーマンスも大幅に向上している。2008年6月2日。 発表時点で従来より1.6倍の高速化を果たした新たな JavaScript コルとしてバイトコードインタプリタ VM のスキラルフィッシュが発表された。また9月18日にはスキラルフィッシュよりおよそ2倍の高速化を果たしたスキラルフィッシュエクストリームが発表された。ドラオースラは WebKit のナイトリービルドに含まれていた JavaScript デバッカーである。 ドラオースラの名は、食中植物の盲線ご家族の学名から付けられた。ドラオースラは、ウェブインスペクタに含まれるデバッキング機能によって置き換えられている。サンスポイダーは、現在及び近い将来に想定される JavaScript の使用に関連するタスクの JavaScript パフォーマンスを測定する目的で作られたベンチマークスイートであるザスイートファ t Father Attempts ン o ストティスティックリーサウンド。サンスポイダーは、Apple の WebKit チームによって2007年12月にリリースされた。サンスポイダーは広く受け入れられ、他のブラウザーの開発者もブラウザー間の JavaScript パフォーマンスを比較するため使用している。Chromium-basedWebKit に開発終了。Google Chrome は28以降ブリンクに移行したが、書き表はブリンクを含まず、WebKit の対応表。 ありがとうございます。